フィミュートスアキュラの特徴を、説明したいと思います。このロッドは100の H ですが、100の H も100の HH も、同じような特性を持ってます。ただ強さの違いだけの話です。極端な言い方すると 100H の場合なんかやったらシーバスロッドに近いティップベリー前半を持ちながら、いわゆる HH の強さのバットまでが一本になったロッドやと思ってもらってもいいと思います。ファイトに対する強さではこれは要はティップは H か H 以下、こっからだんだんミッドで H に来て、バットは魚に対するファイトは HH の強さ。これ今 PE5 号ですけども、 PE5 号を本当に PE5 号をフルに使えるだけの強さがあります。100の HH の方は、トリプル H、 要するに GT とかキハダマグロ、男女やとか五島とか、そんなまた海外への遠征の中でキングフィッシュにも使ってもらえるぐらいの強さがあります。 100HH で強い、ロッドになっても結局使うルアーってあんまり、結局大きさって案外変わらへんので、魚が20キロの魚を狙う場合もヒラマサなんかは案外16センチぐらいのペンシルで釣ってたり18センチとかそんなことで変わらへんので、100の HH もティップ部はかなり小さいルアー、ティップ部からベリー前半にかけてはかなり小さなルアー、それこそ 30g のルアーも投げれます。そやけどバット、ベリー後半からバットにかけては間違いなく、今までのトリプル H よりも強いぐらいのトルプを持ってます。ファイトも PE5 号で、140ポンドリーダー、ステラの1万、これ4000ですけども、4000で10キロかけてフルに曲げていっても、そこからまだ上げてこれるだけのトルプが全体の中にあります。自信があるところは本当にフィールドで釣りをするときに必要な、要は適度ということが一番難しいんやけども、今出ている一通りのペンシル、一通りのいろんな抵抗のジグ、とか、今度ミノーポッパーシンキングペンシル、それらの動き全てをずっといろいろなことで動かしてみて最適になる形というのを間を探してきました。それといろんな魚をかけてみた中で一番大切な適度なショックアブソーブもしてくれるファイトパワー。なんでこのショックアブソーブがいるか言ったら、皆さんももうかなり釣りなさった方ご存知だと思いますけども、磯によったら波が高い日はさらしの上げと下げの時に4メートルほど上げ下げが出てきます。そういう上げ下げ、最後の取り込みで魚がせっかく浮いてきた時にそこでバラすことも多いです。それにも要はロッド全体がショックアブソーブしてくれるんで、一定のテンションで大きな魚でも持ち続けることができる。また体に対して今僕のこの曲げ方を見ていただいても分かる、片手でもできます。かなり筋力的には楽にこんだけの10キロぐらいの力をかけることもできるろうと、というのがこのアキュラの特徴です。